はい皆さんこんばんは今日はどんな一日でしたか私はですね今日はビバイで目が覚めましたねビジコーで駅前のホテルですけども朝食いただいてビバイのお米のですね登校する朝の子どもたちの様子,様子を見ながら、えー、とても微笑ましくて元気いただきながらですね美、えー、バイインターチェンジから札幌まで来まして。 今日は朝からいろいろと調整事ありましてそしてあっという間にお昼来ましたけども今日午後からはですね予算特別委員会で質問もありましたんでその準備とかもしてですね今日はあの私は宿泊税観光振興税の関係の質問とあとは、えー、食の 販路拡大ですね北海道ワインだったりとか海外進出だったりとかあと人材育成だったりとかですね新しい取り組みもいろいろとあって、えー、期待できるかなって、えー、ワクワクしたのとかあと観光税につきましてはちょっと、えー、進行度がえー 進み具合が大丈夫かなということで心配するところもありましたのでえ今後の総括でもまあ知事に直接ですね伺いたいというふうに思っているので予算委員会終わってから6時頃終わったんですけどもえ意見書の連絡会議が各会派のですねありましてそれが終わってからエネルギー関係の方と 1個ですねその後ですね久しぶりに私の恩師といった、えー、喫茶店が開いてたのでちょっと立ち寄って昔のことを思い出しながらですねリラックスしながらそんなことしてるうちにですね同僚議員からでそれでは明日も皆さんにとっていい一日でありますように。